始まった。これで、よし。すいません。先ほど通知も流したにもかかわらず、ちょっとプライベート配信設定にしたままやってましたね。申し訳ないです。ひょっとして通知が来たけど、合言葉が必要っていうところで止まってしまった皆さんがいらっしゃった。本当申し訳ないです。それにちょっと気づいてませんでした。コラボをね、やるのに一体どうすればいいかっていうのをちょっと実験してたみたいなところがあって、コラボ、あれなんですよね。この配信で僕あんまりめったにやってなかったんで、それでちょっと。で、僕ちょっと朝から飯を全然食ってないので、もう2時間ぐらい待ってたら多分なんですけど、嫁が帰ってくると思うんですけど、そしたら飯も手に入るんですが、どうも平野さんこんばんは。入るんですが、いくらなんでもずっと朝から飯食ってないのもこれあまりにもよろしくないだろうということで、で、まあ軽くね、先にちょっとだけでも飯を食っておこうかと思いまして、そんな感じで今歩いてます。で、どこへ行こうとしてるかというとですね、前に配信でフルーツソムタムの話が出てきたと思うんですけども、そのフルーツソムタムの店、僕の感じでは多分なくなってると思うんですけど、未だにその Facebook とか、ホームページは閉じられたんかな、なんかの情報ページみたいなのがねあって、そこで、まだね、この僕の家の近所に残ってるっぽい書き方になってるんですよ。っていうので、ちょっとそこへ行ってみて、本当は一体どうなってるのか、もう一回探してみたいと思います。って言っても、あれなんですけどね、実際には、そのお店があった一角は取り壊しになってるのは僕は知ってるんですけどね。で、まあ、ひょっとするとどっかその近くの一角に移ってるかもしれない、そんな期待がちょっとあってですね、それの確認に今向かってるという、そんな感じですね。で、まあ、もし店があったらフルーツソムタム食べて、見ようかという、そんな流れですね。でもそのフルーツソムタムなかったらどうしようかなと。結構皆さんにも 2回ぐらいお見せしたことがあるのかな、もうちょっとあるのかな、3、4回ぐらいあるのかな、どうもじいさん、おはこんばんにさんです。周りのお店の人に、それいいですね。実はね、だから、タイって結構そのお店もクローズしてるけど情報ページでは残ったままとかね、いうのも多くて、でもそこに電話番号が載ってたんですけどね。で、実は本当は軽く電話して確かめたら OK だったんですけど、流れを最初から願います。ジンさん、おはこんばんちはです。配信でね、ジンさんソムタムもご存知ですよね。まだ熟してない青いパパイヤを、唐辛子とかニンニクとか何かとこう突き込んで、で生々と食べるサラダみたいなやつなんですけど、そのフルーツソムタムっていうのがあるんですよ。野菜状態の青いパパイヤっていうのをやめて、例えば
そうですね、あのザボンとか八作みたいな感じのやつをね、ソムタムにするとかそんなやつがあるんですけども、それ僕ねよく考えて食べたことないなと思って、この間あのトウモロコシのソムタムを食ったんですよ。でそれがうまかったんですけど、あのタイのトウモロコシって結構甘いんですよ。日本のと違ってかなり甘い、甘みがあるんですよ。でそれうまかったんで、あのフルーツソムタムってこんな感じかなってぼんやり考えたんですけど、それをあの そこで気づいたんですけどね、あ、俺フルーツソムタムそういや今まで食ったことなかったなと思って、ザーボンとかハッサクザーボンって何ですか、ザーボンハッサクってこんな字なんかな、それともこれなんかのキャラなんですか、ハッサク、ハッサクこんな字なんかな、ひらがなかカタカナでしか見たことなくて、ハッサクザーボンってそれバーボンみたいやん。ちなみにそんなバーボンの入ったソムタムだったら僕は食べないですよ。あのめちゃくちゃすきっぱらなんで朝から何も食ってないので、あの今日食ったらもう一気に倒れますんで。ドドリアさん、そんななんかあれがあるんですか、あの番組かなんか、それともドドリアさんもキャラなんですか。こうやって少しずつ勉強していこう。ザーボンはドラゴンボールの、あ、ドラゴンボールにそんな出てましたっけ、ザーボン。早速は適当だそっちはねちょっと古い名前ですもんね、もしあったとしたら。でまあね、本当は電話したら一発で分かることかなとも思ったんですけど、あのそんな文明の利器に頼らずに自分の足で歩いて、まあ、その様子を配信しろという、まあ、神の声ではないかと思いで歩いてる次第なんですけどね。あ、フリーザの部下なんですか。え、そう、フリーザの部下にそんなおったんですか。かんな、俺もドラゴンボール全然知ってるようで、まあ、知ってるようっていうこともないか、パラ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 しか読んでないからですよね、きっとね。投資で読んでないっていう。あ、そういえばこの間あれ誰の配信やったんかな。あ、ナメック星してます、してます、ナメック星してます。そこまではさすがに僕も大丈夫です。 あの誰の配信やったか忘れたけど、男はアニメ、まあ漫画の話とかもあったんかな。でもまあとりあえずアニメのね、アニメ放映されたら、あの全話見てる人の割合がすごい高いけど女は大概見てないみたいな話が出てきたんです。あれほんまなんかな、まあ、確かにあれだ、やっぱりリンさんやな、多分リンさんのあの配信やった。あ、ナメック星のとこで出てくるんですか。じゃあ俺単に忘れてんのかな。ナメック星のとこは見た、読んだもん俺。あ、でも全部読んだかどうかは怪しいな。女性は流し見が多そう。あ、やっぱりやっぱそうなんかな。ジンさんどうなんですよ。ジンさん全部がっつり見たりしてるんですか。確かにね、女の人流し見多そうな気はするんですけどね。あ、ここの、あ、これあれか、こっちの人なんかな。違うな、この建物の人じゃなくて、こっちのなんかコンドミニアムかなんかっぽい。あれ、これコンドミニアムなんか。ここなんやねん。に、向こう見てランハン中あれな、何歳かティースソムタムタン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 。あ、セーブギリギリハン。あ、何時アイパイだよ、ラカッサクリーマイミラマイミラよ、ラオテオニーユーアイパイカイカイテオニーアメルアメルアマイミラマイミラよな、マイカパンイーグルーユーマイカウカウサンユーオッケー。
残念ながらなかったです。やっぱり見る方でしたね、大学時代は。ああ、やっぱりだから仁さんはがっつり見てた派なんや。女性は話した話が切れても想像力で補えるけど、男性は全部見ないと理解できない。ああ、なるほどね。なるほど、女の人の方が直感力に優れてますもんね。間見なくて、まあ大体こんな感じかっていうのがあるんか。なるほどね。俺しかしここへ出てきたけど、ここから歩いて近くに何かはないのか。どっちみちソムタムを食べようという話だったんで、ちょっと一応この辺にね、さっきのその店、セープイリーっていう店なんですけど、それが、あるかどうか、まあ、聞いてみたんですけど、まあ、マイミーでもうなくなってしまったよという話で、で、近くに引っ越したの知らないで、また戻ってくるよ、この辺に戻ってくる予定はあるの知らないということで、まあ、この知らないはもういつものパターンですので、まあ、一応僕改めて調べてもあったんですけど、その西武イリーっていう店が一体どこにあるのか、ね、場所はね、そのどれがなくなってどれがまだオープンしてるのかちょっとわからないんですけど、とりあえずはこのトンローの店以外は結構ちょっと市街地に寄ったとことか、あるいはだいぶ郊外に行ったとことかだったんですね。だから残念ながらそれはちょっとそこの訪問はまたにしましょう。ちなみにセープイリーってあれです、タイの東北地方、イサンっていう地方があるんですけど、そのイサンのイサン方言ですね。とても美味しいです。タイ語だとアロイが美味しいで、マークがとてもなんですけど、で美味しいとてもで、まあ、の言葉の順番でとても美味しいなんですけど、全くイサン語になっても一緒で、セープが美味しいでイリーがとてもなんですけど、というそとても美味しいっていう店名、なんかすごいっすよね。大阪で例えばめっちゃうまいっていうようなね、名前の店、そんな店、そんな店入りますかね、日本人は。そこは僕はちょっと気になってる今日この頃なんですけど、まあそれはいいとして、気を取り直してですね、まあ、せっかくなんでいつも行ってる店とかに行っても仕方がないので、実はねもう一軒、ここはフルーツソムタムの店じゃないんですけど、ソムタムの種類が多い店を僕は発見したんですよ。それは実はこんな遠くまで来なくても本当に家の近所なんですけどね、そこにじゃあちょっと行ってみたいと思います。今日はだからソムタムをちょっと攻めてみようと思います。タイ人に聞くと、その例えば海外で暮らしているタイ人最近多いんですけど、まあ、そう最近ということでもないか、昔から出稼ぎも結構あったかな。イズマを上下逆さまにした店もある。え、名前がですか、名前が、それすごすぎへんから、え、それ逆を狙ってるっていうことかな、名前やとすると。そういう風に書いといたら逆に興味持ってもらってくるっていう、そういう店なんですかね。いや、なかなか冒険ですね。だってね、例えば僕塾で勤めてますけど、頭が悪くなるとかっていうようなね、名前の塾なかなかできないですもんね、そんな塾。まずね、逆っていう意味、え、あ、そういうことか、上下逆さまになってるから、まずい逆へ、おな、すごいな、それよく考えてますね。じゃあ俺もそんな塾将来開きましょうか。頭悪い
いるはまあまたなんかそういう長いとなんかめんどくさいですね。家族みんなで渡れば怖くない、ね、まあこういうパターンでね。そうですよね、子供をね、子供連れてるのにぐんぐん突っ込んでくる車は、まあ、そこまではなかなかないですからね、このタイでも。あ、フォアでね。フォアでもなんかやばくないですか、フォアに。朝原将校の言ってたあのフォアに近くてちょっとやばくないですか。かといってカバーも嫌ですしね。フォア品でフォア食品だ。そうですね。そうか、でもフォア、あのね、フォア品のフォアって、まあフォアで、あの、風と法の間の発音のフォアなんですけども、あの、頭っていう意味なんですよ、もともと。だから、ちょうどいいかもしれないですね。フォアね、よく考えたら。そうか。それも悪くないな。ねえ、おおってそうでしょ。たまたまね、頭ですもんね。あ、ちなみにこのフォア品ってだからあれです。品が頭で、フォア、あの、あ、間違えた。フォアが頭で、品が、あれです。石。まあ、あの、海岸で有名な町なんですけどね、あの、岩が時々ポロポロと、あの、飛び出してるんですよね。でその岩の頭っていうことで、あの、海岸なんですけども、あの、砂浜だけじゃなくてこう岩がねポコポコと出てるって、まあ、そんな意味なんですけど、僕ねフォア品行ったことないんですよ実は。もうこんなね本当にずっと住んでる割にはフォア品に行くチャンス、まあ、何回かあったんですよ、ね、ことごとく行ってないんですよね。あ、こう日本の子供がね、それはかなり少ないと思います。ただ一時だけめちゃくちゃ多くなる時があって、あの臨海学校に行く時はフォア品行くんですよね、日本人学校の子たちと。それはちょっとポイント高いかもしれないですね。あ、フォア品めっちゃ良かったんですか。マジですか。やっぱ行ってみようかな、フォア品。フォア品、なんか落ち着いてるっていうね、話がありますもんね。パタヤみたいにあんな、あの、ギンギラした感じじゃなくてね。で、あと、あの、割となんかこう、落ち着いて美味しいレストランが、特に最近なんかこう、はっきり、情報とかもはっきりしてきて、行きやすくなったっていう話もありますね。あ、フォア品も行ってみたいな。あとね、あの、もうこれブームにあれ始めてから10年ぐらいにはなるんですけど、タイって離島ブームなんですよ。もうタイの周りにある店をね、いくつもこう、これあんまり知られざる島だったところね、そこへ行くのがね、もう最近だいぶ開発されてきてるんですよ。これももう遅いかもしれないですけど、雰囲気がぐんぐん変わる前のね状態っていうのを味わいたいなとかもある。でもフォア品はね、あ、パテとね、真逆やっぱ。そうですか。やっぱりフォア品は狙い目ですね。フォア品の近くのチャームっていうところも結構さらにね、もうちょっと有名じゃなくなってる分だけさらになんかこう落ち着いた感じもするし、あれ行ってみたいですね。あ、配信的に面白いか。だからあれですね、こう様子を見ていただいておーっていう感じじゃなくて、多分まあ、あの、そこでゆったりダラダラ喋ってるっていう、まあ、今やってるのとあんま変わらん配信になるかもしれないですね。配信としては、まあ、海辺でずっとダラダラ喋ってる配信。あ、まこさんどうも、初見さんどうもです。あの、今、
Oh no, it actually just came off. タイのバンコクに僕住んでるんですけど、あのこれからちょっとだけ軽く食事、そうです、バンコクです、バンコクです。あ、タイさんどうも。シラリズムなんですか。合言葉配信の一連の段取りを把握した男のコース。あ、そうなんですよ。合言葉配信先引っかかっちゃいましたか。あの、あ、ここ入ろう。ここなんですよ、僕はこの次のところへと。ソムタムダーンっていうところ、ソムタムダーンって叫んでるみたいですよ。ダーは何だった、何やったっけな。ダーって何かの意味って僕呼んだんですけどね。フリーサンゴなんですけど、バンコクです、バンコクです。初見ですから。バンコクでディスコとか、まあ、あります、あります。まあでも今大箱のディスコっていうより小箱のクラブ化してますけどね。ちょっと僕じゃあこれ入って、そんなコンビニエンスカップ、コンビニエンスカップ、風景が面白くないな、こっちにしよう。早速すっごいあれですよ、ソムタムの匂いがしてきまして。マッコさんはディスコ好きなんですかね。いや、先日配信中のことがすごく出たら合言葉配信そうなんです、そうなんです。あの、それはダーってどういう意味か聞いてみた。そうですね、それ聞いてみるの一番ですね。あの、何かに乗ってたっていうことは絶対それをね、あの売り物にしてるんですよね。タイのリズミカルな曲が好きです。あ、なるほど、ダンスもの系のやつですか。サコンナコン、こう、ソムタムダーに来てます来てます来てます、ソムタムダー言って言ってます。タムレークダーパパ、これなんやろ。これから店員の前で昭和します。ダーなんです田舎じゃないですか。うまそうですね。エビのソムタムがあります。これ大きいですね。あ、これマリネシェルフィッシュで、え、シェルフィッシュって何やろ。あ、こんばんは、どうも、みぬまるさん、どうも。うまそうでしょ。ソムタムがめちゃくちゃある店なんですよ。あー、イサンソーセージ、これもうまいですからね。うわ、どうしようかな。あ、これはこれもうまそうですね。先導の人がもうワンツースリーも始まってる、ソムタムだ努力先導してる人も出てきた。超マニアックなんですけど、タイ人からもらったすごい昔のタイの歌が好きです。心こもって意味も分からずに聞いて。あー、なるほど、タイの民謡なんですか。まあ民謡もね、結構タイで生きてますんでね、本当にまだ未だに。あ、クムチェナンプラもな、クムチェナンプラは辛いからな。禁断のソムタムついに解禁です。あ、フルーツソムタムね、作れるんかな。それまず聞いてみましょうか。合わんね、カップ。ここにタムソムタム、こんな前だいないの、こんな前見えない、カップ。オッケー、これを案内で。
อันนี้ด้วยครับเผ็ดได้ไหมคะครับเผ็ดได้ไหมคะครับเผ็ดนิดหนึ่งครับใส่นิดเดียวเองต้องดื่มเป็นอะไรดีคะน้ำเปล่าครับเปล่าน้ำแข็งครับタイミングそうですか、まこさん。ね、僕ね、もう譲ってほしいっていう人が出てきたんで譲っちゃったんですけども、ガトーンっていう、タイの結構まあ古いバンドなんですけど、その人たちのタイでね、めったにレコードって熱い国なんで出ないんですけど、それを持ってたんですけどね。それが本当あれですよ、タイの民謡っぽいようなフォークと民謡が合わさったような、まあ、ロックの要素もちょっと入ったようなそんな。伸び伸びしたアルバムでした。禁断のソムタムね。いや禁断というか、まあ、僕ソムタム結構しょっちゅう食べてるんですけどね。フルソムタム残念ながらちょっと聞いてみたけどダメって言われました。タイ語はゆっくりだったら読めます。ゆっくりだったら。高めソムタム作れる。いやそないっすね。それ間違いなくないっす。高めソムタム作れるって聞いてみてなあとは。トッピングに欲しい。いや、それも絶対ないよ。タイ語の発音ね、聞いてるだけだというか、ですよね。声がみんな高いですしね、特に女の人は。高めそうだ、一票で。水ですけど皆さん KP です。ソムタムってこれですよ。ソムタムってこのパパイヤのこれパパイヤ刻んだやつなんですけど、熟す前の未熟のパパイヤを刻んだやつですよ。それを唐辛子とか確かにあれや。赤字になっとる。あ、KP ありがとうございます。皆さん KP ありがとうございます。確かに赤字ですね。高め水割りで、いや、水割れないじゃないですか、それ。あ、本当に声ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。あ、めちゃくちゃ飛ばしていただいてありがとうございます。結構しときますね。ということで、じゃあありがとうございます。ちょっと混んでる声じゃあ使わせていただきます。ということで、ソムダムって、その、基本あれです。ここにあるんですけど、このパパイヤの笹掛けみたいになったやつを刻んで、青パパイヤのね、未熟パパイヤの。未熟成って、熟成でもないのに切り刻んでどうするんですか。しかもそいつらパパイヤ持ってんのかな。あ、そうそう。ソムタムはいろんなものを入れることができるので、ソムタム。っていうのは僕の配信で以前タガメいるじゃないですか。タガメのを食べたんですよね、僕ね。タイでは結構タガメ食べるっていうのが結構あって、で僕それを見つけて久しぶりに食べたんですよ。あ、ミニマルさんどうも本当にありがとうございます。でうまかったんですよ、結構ね。でも皆さんにはそれがちょっと衝撃的な感じになったみたいで、それでだって僕ちょっと、バンコクに住み始めてまあまあの長さになってしまってるんですけど、ちょうどね、どういう状況だったんかな。20代の女の人のリスナーさんが当時割とよくいらっしゃってて、でちょうど僕がタガメを食べてるところでいらっしゃったんですよ。でまあこれタガメですって言ってこうやってここ見せてね、持ってるの見せて、で今タガメ食ってますみたいなね、そんなすっごい軽いノリで言っちゃったんですよ。そのタイに住んでるのが長くて、時々こう日本人だったらギョッとするっていうのをね忘れがちなんですよね。それで普通に大阪の人だったんで、僕も出身が大阪なんで、ああ俺今高め食ってんねんって普通に喋ったらみんながその軽さよみたいな話になってね、それでちょっと高め話が、ね、よく出てくるんですよ。大事の前でイナゴの佃煮、あ、イナゴの佃煮は結構くれっていう人いるかもしれないですね。イナゴ普通に結構それもなんて言うんでしょう、屋台とかで売ってるので、
それうまいかもしれんって言ってくれくれ言うかもしれないですね。でも佃煮はギョッとするやろな、塩辛すぎて。そのたまそういえばさ、ムエタイ使いに絡まれた時にさ、たまたま、栗持っててそれ渡したら助かったの略ではありません、ね、だいぶ長いの作りましたね。あー、悪いね、ヒラリーさんあの時いらっしゃらなかったんですけ。僕ね、時々わからなくなってるんですよね、やっぱりね、タイ暮らしが長くて、今明かされる退職エピソードをお送りします。まあまあまあ、そんなのがあったりしました。でも、あの、タガメうまいの気づいてよかったですね。大阪人ね、佃煮を塩辛いということは、ああ、大阪人だとやっぱり塩辛いって感じるのかな。あの、あれですよね、多分長野とか岐阜とか山の方の人とかは割と塩漬け食べ慣れてることもありえるんかもしれないですしね。大阪はそうなんですよね、特にあの醤油辛いのもあんまりそこまで醤油辛く食わないので、だしが入ってたらもうそれで全て OK みたいなね。あいうよ作文かーいってツッコミ入って、説明しよう。南翔は改造人間である。あ、やっぱりね。で、極限の復刻状態で高めを食べたことで仮面ライダー南として復活したのだ。高め、まあ、でも栄養あるかもしれない。高めの時は多分、あ、いなかったんですか。そうかそうか、そうだったんですね、あの時。あれかな、一時期ヒラリンさんがちょっとあの忙しかったのがいらっしゃらなかった、あの時期のことやったかもしれないですね。地方オレシのボケ、人種のツッコミの難解さにますます勇気をかけてしまうということで、あのそんな難解なツッコミをお届けします。あの次々と客が入ってきてるんですけど、まあ、時間がねいい時間なんで次々行くの分かるんですけど、あのものすごいあれですね、あの白人率が高いですね。そういうお店なんですね。ということで皆さんありがとうございます。あれをコンデリコイン使わせていただいてます。バンコク行きたいなと。マコさんはタイとかにいらっしゃったことないですかね。海外旅行ってどうです。僕はもうバンコクに移ったことで本当もう東南アジアばっかりになってるんですけど、海外旅行とかどうなんですかね。あ、オーマイガー聞こえました。そう、オーマイガー言ってた、辛かったんだな。ハクは4枚まで。何やろハク、ハク何やろ、バンコク違うな、ハク、ハクどこや、ハク。ああ、ごめんか。カミナイダー、ミナミナ、どうか。あ、いや、ここに出てきたんですね。メニューに英語が書いてあるから、ファンが集まってくるかのかな。まあ、そうですね。お前側は、店の外でした。店から出てきた家族が、お前側と言ってたんです。さあ、食ってみましょう。うまそうですよね、これね。付け合わせもね、来てるので、これちょっと付け合わせの方からちょっと塗って食べてみましょう。突っ込んで、うん、爽やかですよ。これタガメ、タガメじゃないですね。これタガメじゃないです。爽やかなタガメね。タガメだとしたらめちゃくちゃ爽やかですよ。爽やかタガメ3組。なんで3組なんですか。タイに行ったことある。あ、こんばんは。もう一回来ました。これ僕かなりうまいと見たんですけどね、これはうまそうですよ。
回に行ったことある、2週間滞在中にバンコクでバイクを借りてチェンマイチェンマイまで行った。バンコクでバイク借りられるだけで結構珍しいことですのに、それでチェンマイチェンマイまで行ったんですか。ラフな道でこけたらバイク修理が必要になって現地で急遽、ホームステイ。うわー、それは面白い経験ですね。ちょっとライムがついてるんでしょ。なるほど。あの その時にこうホームステイでとかっていうのも含めてそうなんですけど、タイってやっぱり人がいいと思いませんか。あのタイの一番面白いとこどこですって僕よく聞かれるんですけど、場所じゃなくて人なんですよね。バンコクで面白いのって、バンコクじゃない、タイで面白いのって。なんかむっちゃ細かく刻んであるけど、これ実はこれ手で絞れということじゃなくてかけろということだったんですかね。ライムめちゃくちゃちっちゃいんですよなってないやろ。それとも嫌がらせなんですかね。これ全部絞る気あるかと。全部絞ったら遺産人として認めてやろうと。そんなことなんですかね。爽やか高め3組ん？何か来てるぞ。どれや、爽やか3組やんこれで番組なんですか。まこしバンコク経験者だったね。そうなの人ね。あ、やっぱりそうでしょ、でしょ。いや本当そうなんですよね。入ってもう本当面白いの圧倒的に人なんですよ。あのお寺とかもね、それいいっすよ、とか海とかもね全然いいんですけど、あの人がねとにかく適度に興味持ってくれたりとかもするし、かといってあのほっといてもくれるし、絶妙の位置なんですよね。さあパクチーめちゃくちゃかけてます。パクチーね、日本では贅沢なんでしょうね、これね。僕らはもう本当にパクチー、パクチーなんかね、まあなんかって言ったらあれですけど、パクチー本当に普通にあのネギを入れるみたいにじゃんじゃん追加してしまうんですけどね。これあの追加も頼めたり普通にしますんでね、パクチーは。さあ来てみましょう、どうなんでしょうか。ん？あ、焼き方が絶妙ですね。落ちてしまった。まあこれね、酸味のあるソーセージなんですけど、これうまいわ。白人の白、決して新早見琥珀主ではありません。あ、そっちじゃないと。急に龍ね、ドーンと変わったりしないんですね。面白いというか、あの優しい笑顔に日本人はみんな弱いもんな。そうですね、ある意味あの笑顔は日本人嫌い。いやマジでそうですね。本当に僕もそれでやられて移住した人間ですからよくわかります。まあ、今はあの笑顔にはいろんな意味があったんだなということをつくづく実感してますけど、やられます確かに。タイの一番いいところが喜ぶことを比べるか、場所ではない人がいいところだ、財産を隣の人に渡しながらそんな人多いです多いです。20年以上前からある金八先生のドラマ、え、そんなドラマなんですか。え、どんな話なんですか。爽やか高め3組、爽やか3組ってそうなんだから、金八先生シリーズなんですか。これパクチーは僕がついてるのでコメント読めませんと、すいません。あ、ヘンさんどうも、すいません、だいぶ米ずれしてます。主が食べ物を落とすときは本当にうまいなそれは確かにそうかもしれないね。ちょっと足休め的に食ってみましょう。あの下のねタレにつけて食べるのがポイントなんですよね、これね。めっちゃさっぱりしてる。ニンハイムクヤコパクにしたと思いましたと、いろんな意味受けるよかったです。金八先生級の有名ドラマと、あ、それぐらい有名なんですか。読み飛ばしとった。最初は笑顔の裏で泣いてることも気づけなかった。うん、あ、これはありますね。
あ、大変ね。とにかくだからいろんな感情を笑顔で表現する人なんですよね。困ったことも、まあ時にはね、そうやって悲しいこともそうですし、苦々しいこともいろんなことをね、笑顔でね、表現する人たちなんですよね。そこにもまた深みがね、感じられる。そっちもあったけど、こっちかと書いたと、あ、こっちね、話して、いろんな意味が混じってたんですね。白にね。ちなみに肝心のこちらの食レポをしてなかったんですけれども、どうかと言いますとね、あの白人君がよくわかります。辛さのコントロールがだいぶできてますね。唐辛子1本でって僕言ったんですけど、本当にジャスト唐辛子1本分の辛さですね、これ。あの結構タイの場合って前の人のソムタンが作ったやつの唐辛子が結構残ってたりして、それであの辛すぎたりすること多いんですけど、この店はそれがないですね。もうちょっきり本当に一本ごとかなったんです。まだ言いづらいんですが、コメントライティングの夢中で政党の方の意味がよくあってそう、僕も実はそうなんですけどね、それ一体本当はどういうことだったんやろうと思ってね、謎のままなんですけどね。この辛さのコントロールがちゃんとできてる店はやっぱり外国で絶対人気になりますね。あ、タイ人と結婚したんですか。うん、あのタイ人じゃないんですけど、あのタイに、タイとかミャンマーとかにたくさんいる少数民族で、タイアイ族っていう人たちがいるんですけど、僕の嫁タイアイ族ですね。言葉もタイアイ語で、タイの言葉とだいぶ似てるんですけど、ちょっと違うんですよね。その僕が例えばその嫁の方のお父さんお母さんと話しても、まあ、話は普通に通じないですぐらいの違いはありますけどね。ほぼ洋食、まあそうです、そうです、あの洋食化したタイ料理っていう感じですね。朝やなピザと思ったんですか。これあのあれですね、あのバナナの葉っぱだと思います、多分それを敷いてるんだと思います。ピザに見えますね、確かにね、言われてみれば確かに見える。隠し唐辛子恐怖症、まあ恐怖症っていうこともないけども、あの結構いけるんですけど、あの辛いのって食うとやっぱり次の日困りますんでねあのトイレでスーパーサイヤ内のツッコミ、そういうのになった天使のツッコミ、もはや誰にも理解できないレベルに達してると。白人からの資料からで、麻雀の話4枚。麻雀話なんか、麻雀やらないとわからないですね。あ、すごい。私も少数民族のとの結婚憧れた。うん、なんすか。少数民族の人との結婚。まあ、僕の嫁は特に、出身が、僕は出会ったのはバンコクなんですけど、出身がミャンマー側なんですね。で、ミャンマー側のその辺りで今も外国人が入れるか入れないかちょっと分かりにくい場所なんですよ。その関係があってすごい素朴な、その辺りの人たち本当素朴な人が多いですね。その嫁の親戚関係、あのね、田舎の人って特にそうですけど、まあアジアでは親戚関係の人がすごいつながりあるじゃないですか。で、会ってたりすると本当に素朴な人しかいないですね。で、唯一素朴じゃないのが、あの
嫁の実家から、まあ、ラオスも近いし、タイはちょっとだけ離れてるかな。でもタイと同じぐらいの距離のところに中国もあるんですよ。中国人と結婚してる人も多いんですけど、あの中国人と結婚したタイある曲はちょっと一緒ですね。やっぱりお金のことにすっごい執着がある。まあちょっとリスク申し訳ないけど、中国人は。でもまあ、あの中国の人ってね、商売系が結構あるじゃないですか。その感じがすっごい出てますね。番組の最後に人種のクイズを出します。正解の先生ね、抽選3万名3万名に高めを意味のわからなさが、プロリー並みです。何やろプロリーって。これもわからん。葉っぱです、葉っぱです。麻雀用語だったんですね。人種のポケモンはや MENSA 入会テスト並みの IQ。そうやって迫害されてる人、まあ、迫害はされてますね。あのミャンマーではビルマ族以外はみんな迫害されてるので。でもう一つ言うと、僕の嫁の里ってあのルビー の鉱山にすごい近いんですよ。今多分世界で最もルビーの産出量が多い鉱山がそこだと思います。でその関係であのオフリミット地区みたいな感じなんですよね。外国人できるだけ入れたくないんですよ。闇商売みたいな感じで儲けてるので。もしミャンマーより、よりの大阪ですどんなとこなんですか。ミャンマーよりの大阪で、まあ、基本的 に西へ行けばちょっとは近づくとこですけどねミャンマーより大阪、ちょっとディープゾーンですね。そこ中国人悪くも入れておく主義。まあそうですね、そうですね。大阪人は日本の中では一番中国人っぽい。あの商売の街ですからね、本当に。だからその中国人の親戚の人もあのまあ本当にダイレクトに金の話をするんで、ちょっとついていきにくい時もあるんですけどね。例えばあのアムウェイみたいなやつね。アムウェイじゃないんですけど、あのマルチみたいなやつ、いかえんよってガンガン誘ってきたりとか来るんですけど、でも、まあ、大阪にもともとそういう人本当多いですから、まあそういう意味ではあの分かりやすい部分はありますね。あの田舎の本当に素朴な人よりも。クロリーではなくブロリーだ、ね、あ、これもドラゴンボールのキャラだよ。説明どうもそうか、俺かなりじゃあやっぱりドラゴンボール覚えてないか、あるいは読んでないんや。主が合点したら報酬成功3バーツをいただきますよね。を送っているさ、3バーツなんですか。バス代より安いじゃないですか。その面がっちり受け止めてもいいかもしれない。この白いやつ、あ、白いやつが白なんですか。あれが三田上、三田上みなみさんから、あ、田上ですか。あの、ちょっと仕入れてこないからね、だからね。そうそう、ネズミ講的なやつね。マルチレベルマーケティングを入れることでギリギリ日本の合法ですけど、勧誘のしつこさからどっかに見られてるでしょ。そうでしょ、実際ね。まあ、あれなんですよね、あのタイにもアムエもあるし、アムエに似たようなやつ、ニュースキーもあったん違うかな、タイに。あの
ここにですね、唐辛子があるんですけど、これですね。これね、決めました。大豆カレーです。鏡なら換気したらもっといけるかもしれんという顔。鏡2本だったらいい値段つくんじゃないですか。考えたら確かにプロリは新キャラ、あ、新キャラなんですか。そうか。お、先週5000円の最安値で拾った8000円の Wi-Fi ルーター、おー、3480円、めちゃくちゃ変わるじゃないですか。8000円から3480円ですか。すごい値段変わるんですね、 Wi-Fi ルーターが。 Wi-Fi ルーターもそんな値段変わるんですか。すごいな。中国人の気持ちが分かる俺も似てるのかもしれないと。お金儲け大好きだからと言いながら、最近お子ちゃんおこわりで破産したアカウントがこちらそうですね。あの親戚にお寿司玉を配ったりして、あの親戚縁者は大事にするっていうところも、なんか中国人ってそういうところもあるかもしれないですね。なんか確か中国って日本よりははるかに安いですけど、なんかあのご祝儀袋みたいなああいう袋に入れて、確かあれなんですよね、あのお年玉を渡すんですよね。選手の投資対象ルーターが大暴落ね、もう本当にすごい値崩れですね。あ、ブロリーかなり前に映画で出てる、あ、リメイクで映画をやってると。いや、あのね、ちょっともう一回、さっきちょっと画面が見えにくかったと思って見せるんですけど、これほら、これ唐辛子でしょ。これをね、そのまま1個丸食いしてしまったんですよ。こうやってね、いくつかあるんですよ。ここにもあるし、ここにもあるし、ここにもあるでしょ。これをね、あのパクチーの裏に重なってて見えなかったんですよね。でやられましたね。あ、タガメと違います、違います、違いますよ。それ全然違いますよ。あのタガメは結構あの前足がごついのと、あとぬめぬめしてないですね。あのアブラムシとも言われることもあるじゃないですか、地域によってはゴキブリって。あの油でツルツルしてないですね。で複数回出回ってるものはめっちゃ長さが多い。そうなんや。あ、中国人の店、そう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 、もうよそ者と身内がすごい差あるんですよね。250製品の中から条件絞り込んで探し出したようなうちの時代が在庫処分特化、うん、そこへ手を出してやられた感じなんですかね。ブロリーってそんなに古かったかと。15年前にはいたかもしれない。もはやトラップでしょ。いや、これね、トラップでした本当に。で乱心の主、地雷的スパイシー食材をパクついてしまいました。ガリッといって、いった瞬間に、あ、これ歯触り違うぞって分かったんですけど、空腹のあまりそのまま食ってしまいました。いや、ハバネロじゃなくてよかったです。で、あのハバネロよりはまあマシなんですけど、あのタイにコリッキーヌっていうあの唐辛子、ちっちゃい唐辛子なんですけど、味も結構辛いんですけど、あの種類でもなくてよかったです。助かりました。お、そばの冷蔵庫来た。モノレートが使える。モノレートってどうなんですか。あ、こうやって動くのが見えるんや。ユーザー数が出てすごい。な
るほど、こういうので読めるんですね。この程度の辛さならカルムチョレベル、いや、カルムチョレベルよりはだいぶ高いけども、まあ辛いのは辛いですよ。やっぱこのタイの唐辛子なので、もう一気にここで汗を吹き出してきてるんですけど、もう耐えれる辛さのやつをやっぱ選んでくれてるなっていうのがありますね。外国人がよく来るのは本当によくわかる、そういうとこでも。会社は8,490円。あ、この間の話もね、43,200円で、i7 8700cc が64,260円。i7 ですか。僕もね、 PC 本当買い替えないかんですよね、実際。本当に今ちょっと壊れる直前なんですよね。なんとかせんといかんよな、ほんまに。あ、危ないところでした。下にあるのが僕は違うものを突き刺したつもりでいたんですけど、危なかったです。危険極まりないですね。これはセダーは売り手が少なくて値段が高い時を狙ってし、あーなるほどね。とはいえ俺はそこまで厳密に調べて、なのであんまモノレート使ってないと。ちなみに唐辛子のハバネロも収穫直後は辛くなる。あ、そうなんですか。酸化してから辛くなるんですか。自分でハバネロや唐辛子を栽培して実際に食べたら辛くなかった。あ、そうなんですか。収穫直後は辛くないんや。本当にありがとうございます。すみません。いただきます。どういうもの俺がギリギリで耐えるところを選んでるなって、あ、そっか、赤字なんや俺。わ、それで気を利かしてくれたよ。ひらにさん、ありがとうございます。本当に。すみません、本当にいつもいつも。ありがとうございます。どういうもの俺がギリギリ耐えるところを選んでるなって思いますね。これからは欧米欧州の SN 部活だ。そういうプレイ来るかもしれないですね。辛いの塗り、辛いの全身塗り付けみたいな。そこは悩ましい悩みですね。確かにね、大地さんもそうですもんね。移り変わり激しいですからね。もうなんすよ、スマホもね。僕スマホもこれやられかけてるから、まあ、あちこちにね、どんだけ投資してないかね。空腹で身長差が 70% で、そうでしたね。本当そうでした。危ない人でした。1993年って、それ絶対僕日本にいましたよ。そんな前から出てたんですか。でも映画は見てないからな。赤字ですね。本当ですね。あ、でもこれちょっと、じゃあせっかくなのでちょっとご好意に甘えて延長させていただきます。唐辛子を干すのね。あ、そういうことだったんですね。そういうことやったな。もしパソコンとスマホと唐辛子のトリプルパンチに悩んでる。そう、本当それですよ。もっと言えばタガメとポイシェリーにも悩んでるんですけどね。
ほやめてのろしねあれそうだった配信そうですねのろしでっていうのはねなかなか配信のろしで配信みんな米も手旗信号みたいになってあののろしで上がってくるタイミングでこれ何を意味してるのか見ないかなみたいなこの値段がショック何でしょうこれん開くかお開いたかあ49だから46,800円おすごいなね、49型 4K でほんまや西尾みたいなのろしが出たら宮見さんが聞きとして高めを食べていると思うことにしますとあだいぶだいぶ高いのろしを上げないと、ね、日本の位置から考えてなかなか見えにくいところにねありそうなんですけどちなみにねこれメニューの中にはエビ の、まあ、メニューの写真はねこうやって茹でたエビになってたんですけどでもねあのメニュー名は生エビって書いてあったんですよだから僕これ生エビかもしれないと思って期待もしたんですけどやっぱりそうではなかったですねこれね。あっさりしたエビですねこれご覧ください。このキューブ状の白い肉片が美味しいです。いやあのキューブ状の白いのがこれはあれですあのこれですよこれはあの生姜生姜ですよ生姜。ちなみにここにごっそりと溜まってるのを見つけました。さよならしましょう。これはいくらなんでもこれを食うとやばい。どんどん次々人入ってきますね。のろしの色分け映え、あ、そうか、のろしの色でね、4K 安い、8K 安いね。59,800円でも安いのを53,680円で最安値で拾えた。ああ、そうなんですか。ん？喜んでたのつかの間。6,880円も安いのが出てきた。おお、ですか。すごいな、やっぱこの動き。ご覧いただいてます。グロテスクな形の生物は広く食用に用いられている節足動物です。いわゆるエビですね。いや人気店ですね。びっくりしました。ちょっと僕あのさっきソムタムダンのダンの意味聞いてみようって思ったんですけど、まあ、ちょっと聞いてる暇がないぐらいあの店員さんがあちこち動き回ってます。高めが高い。高めの値段が出てるんですか日本で。あ、高めの相場が出てる。え？ジャワさんの高めの標本1,100円。うわ、マジっすか。610円。え、マジっすか。すごい。いや、ダーの雰囲気で聞けない聞けない雰囲気だったですね。ちょっと今一番の飯時にちょっとね来てしまったのも問題でしたね。お金持ちフラグが立つ。そうかもしれないですね。いいからね。
大量に仕入れて日本で売ろうかな。今日の魚屋つぶし、高め風を、高め風をね。いや、ほんま高めで儲けられるかもしれんけど。魚屋つぶしって何ですか。説明しよう。魚屋つぶしは人生で読んだことのある言葉を声に出して言ってみることになる。あ、そういうことなんですか。魚屋つぶしは、まあ、タガメフグは確かにないですね。15年前に生えたんですか、この魚屋つぶしはね。タガメフグじゃないですよね。魚屋つぶしが、明日から流行るんですか。マジですか。じゃあもうトレンド最前線じゃないですか今。僕らこれ、こんな時間に、あ、フライトニューヨーク、分かりました。いってらっしゃい。あ、ジェムさん、どうもこんにちは。ありがとうございます。ジェムさん、あの鈴木家のカレーをいただきました。あのウィレムさんにいただいたあの鈴木家のカレー、あれ薄っぺらに打ったせいかどうか分からないんですけど、あれ普通にうまかったですよ。あの辛いカレーじゃなかったですけどね。あのいわゆるだからあの温度防止中みたいな味のするカレーでしたけど、うまかったです、うまかったです。本当ありがとうございます。あ、大変、いってらっしゃい。いや、食いましたね。結局、結構食っちゃいましたね。俺はいまいち。あ、コインもありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あのいまいちって言われる方の気持ちもわからないではないんですけど、僕は結構うまく食えましたし、嫁もうまいうまいってすごいうまいうまい言ってくれました。本当ありがとうございます。ああいう系のカレー僕もう久しぶりだったんですよね。あのそもそもレトルトパウチカレーを僕食べました。かなり久しぶりのことで、これすごいなんかね、タイムガラガラが、さあじゃあ誕生してちょっと出ましょう。いやーでもここのソムタム屋さんはこれ使えますね。ちょっとした時に食うの、世界一はイカさん、私確かにそこはそう、そうですね。世界一では確かにね。
なみにこんな感じのお店なんです。こっちがあれなんですよね、あの作るところになってるので、こっちにこうちょっとテーブルが並んでる、奥にもテーブルが並んでる感じです。そこにワインクーラーがあるのもまたね、ちょっとおしゃれなソムタム屋さんっていう感じなんですね、ここね多分。面白いやり方ですね。ソムタムをこうやってやってる。だったらでもね、フルーツソムタムもやってほしかったですね。でも俺で今日ソムタムこれ食べたことで、またちょっとフルーツソムタムもまた本当食べてみたいという気持ちがふつふつと今湧き起こってきてます。いや、朝から初めての食事だったせいか、今あのお腹にこうやって物が、まあ、軽くですけどね入った。あ、フルーツソムタムね、電話かけてみないとね。あ、これかこれか。またあれでしたね、また白人の人も入ってきてましたね。でもまあ、あの一人で来てるタイ人の人はなぜかわからないですけど、あの一人で来てる人が多かったですね。あ、ソムタム、そうか、ジェームズさん腸内環境ね。いやまあ、あのまあ僕以外にも結構ソムタム食べてる人は僕の周りにはいるんですけど、慣れかもしれないですね、やっぱりね。やっぱこう、暮らしてて結構こう食べる機会が多いという、そういう慣れかもしれないですね。で、この店のソムタムはそれになんかこう、なんて言うんでしょう、なんかこうさっくり食える、本当フルーツな感じ、それこそ本当にフルーティーな味な感じがしましたね。アジアの小さなお店にファランの大きな体が窮屈そう。あ、確かにね、なるほどね。まあ、あのそもそもあれです、さっきすれ違う時にも大きな体の人でしたから、すれ違うのも結構あれでしたね、やりにくい感じでしたね。いやー、しかしあれでしたね、値段がやっぱりそこそこしましたね。まあ、トンローのこの道沿いのとこなんで、まあ、ある程度の高さは仕方がないんですけど、やっぱりこのお店もあの税金 10%、 あの税金 7% と、あのサービス料 10% がかかって、でしかも最近ねちょっといやらしいのあれなんですよね、税差がその原価に対して、原価じゃないか、その定価に対してかかるんじゃなくて、サービス料 10%どうなるんや、サービス料 10% の上につくんかな、ちょっと見てみましょう。今ので256バーツだったんですよ、結構高いんですけど、これが
サービス料が 10% ついてるその値段にさらにそこにバッと税金がかかるという感じでちょっとよろしくなかったですね、そこが。まあな、でもまあトンローで税差込みなのはまあ仕方ないか。昔少なかったんですけどね、ほんとこの税差込みのお店は。日本ではこう一律でね、もちろん消費税がかかってきてとかなるんですけども、ああやっぱりあのね、カニの塩漬けがね、そうそうそう、僕もだから結構この間もカニの塩漬けのソムタム食ったんですけど、まあ、僕今のところそれあのカニの塩漬けソムタムはラッキーなことにまだ当たってはないんですけど、まああれはやめといた方が良さそうですね本当に。僕ももう好んで、まあ、あんまり食わないようにしようかなとか思ったりしてます。ファランは観光客なんですかね。ただあのでっかいパックとかは持ってきてなかったです。みんなバッグも持ってきてないような人たちも多かったんで、近所に住んでる人なのかもしれないですね。ファランってね、あのファラン、あの白人のことですけど、あの白人の人たちってね本当にあの集まるんですよね。まあまあこれ日本人もそうだといえばそうなんですけど、あのこの店は本当にファランが多いとかっていうのがもうポイントポイントが決まってるんですよね。だからそのためにこう集まってきてるのかもしれないですね、この人近くに住んでる人たちが。今歩いてきた女性の方もそうでしたね、白人の方でしたね。お、そんなこと言ってる間にもう電池が 19% になってるではないですか。いやそれにしてもなんかね、意地悪なことに、ね、入れてくれなくなってるみたいです最近。さあ、あ、チケット取れました。5月4日にバンコク。あ、分かりました。本県から回って今度。あ、分かりました分かりました。ぜひぜひぜひ過ごしましょう。ちょっとスクショ撮って。5月4日ですね。分かりました。さあ、俺はどうするか。そうっすね。とりあえずは、どこかで、あそこ行こう。あのパワーバンクをちょっとつながないと多分配信電池切れてしまうと思うので、減りがねめちゃくちゃ早いんですよね最近本当に。混み合ってますね今日も。ここはうんうんね、そうですよね。これちょっとここの辺りでどこかで、どこにしようかな。あ、そこちょうど座れるようになってるけども、ちょっと人もおるしな。この辺のどっかでそうしましょう。あ、ちょっと空いてるけど奥に人がいる。電話かけてます。スモーキングエリアなんだ。あ、なるほど。ここでタバコ吸えばよかった。そうですね。この辺、あ、そうか。ここは店の関係のテーブルか。空いてるテーブルはそうですね。なんかどっかいいとこないですかね。あ、まあ、階段に座ればいいか。階段のね、こう端っこの方、この辺のとこでやればいいですよね。さて、ちょっとじゃあ一回置きますよ。
またあのピンクのガチガチのやつです。刺しましょう、刺しましょう。さあ来たか、来た。まさかこれ切れてないやろな。あ、切れてなかった、よかった。いやーもうこれ刺すだけでヒヤヒヤですね。あ、僕のホワイトサイクロン号ホワイトサイクロン号になったんですね、僕の。めちゃくちゃかっこよかった。いや、そうですか。いや、でも僕はそのあのジェームズさんとお会いした時に僕の隣に泊まってたあれ、どれぐらいのバイクでしたかね、4半ぐらいのバイクでしたかね。あの僕があこれぐらいのやつの隣に泊めると全然なんかしょっぽいスクーターやなって感じちゃったんですけど、そっか、でも良かったです。ちょっとね、古いタイプの形してますもんね。あれもでもそろそろ4年だったかな、あのバイクも。だから5年になる前にそろそろあの中古で売って買い替えが本当はいいんかなってずっと考えてるんですけど、なかなかね実行に移せないんですよね。っていうのもあの今度もやっぱり同じやつに買い替えたいんですね。癖がないんですよね、あのヤマハのバイクは。特にバイクっていうかスクーターは特に癖がないんですよね。であのスタルドリ出すのも楽ですし、まあ、ホンダかどっちかなんですけども、ホンダは最近僕がちょっと欲しいなと思うタイプのスクーターがなくて、で、今も僕があのバイクを買った時には、あのそっからすぐにもう型が新しくなっちゃったんですね。でその新しくなったやつが排気量が大きいんですよ。その分だけあのまあ若干ですけどあの胴体もでかくなってて、それがすり抜けをするときにだいたい僕今の感じですり抜けすごいしやすいんですけど、ちょっとすり抜けしにくくなるんかなみたいな、そんな気がして、それが僕のねちょっと今どうなんかなって思ってるとこなんですよ。同じバイクのちょっとね見た目も変わるんですけど、あ、リンさんどうもこんばんは。赤字じゃない、ほんまや、赤字じゃなかったですね。ただあの飯配信してたんですけども、あ、カルメシっていうの消そうか、ここの店なんですけどね、このソムタムガーっていう店なんですけど、これ食ってたんですけど、それはちょっと終わりました。まあ、カルメシの消そう、うろうろでしょ、うろうろ。終わりましたって、え、そう、そこはね、終わってしまいました。トンドアートバーらしいです。アートバー誰もおれんやん。しかも、すごいアートっぽくないんやけど、どういうことなんや。それともあれなんかね。アートさんがやってるお店なんですかね。だったらアートズバーですよね。あ、これカオラあるんじゃない。久しぶりに食いたい気もするけど、あれね、今竹の筒みたいなのあったじゃないですか。あの竹の筒の中にもち米を入れて、あのあれで、あの何酒、ココナッツミルクと砂糖を入れて、あの蒸したやつなんですよ。あれ結構うまいんですけどね。
バンコクで平地だからパワー、あ、そうですそうです、パワーあんまり必要ないです。そこは本当に楽なとこですね。だから僕のバイクで、あ、バイクというかスクーターね、で、あ、今日閉まって、あ、そうか、日曜か、あ、日曜、そう、閉まってんな。あの、ちょっと野菜市場がね、本当はここにあるんですけど、それで安く食材を入れようと思ったんですけど、残念ながら閉まってました。あの、僕例えば、プーケットでバイク借りてたことがあったんですけども、その時はやっぱりもうちょっと排気量ないとあれでしたね。あの、坂が結構多いんで、プーケットは、あの、僕のバイクだったらちょっと厳しかったと思います。一回りやっぱ大きいバイク、排気量大きいバイクでないとちょっときつい感じですね。反対にだからあれなんですよね、バンコクの場合は。さっきも言ったような、あの、せっかくこうスクーターね、あの、大きめのバイクじゃなくてスクーターをっていうことだったら特に本当そうなんですけど、すり抜けができるかできないかがもう大きなポイントなんですよね。でかといってあんまりにもちっちゃすぎると、今度あの追い越しに来る車とかに煽られたりすることもあるんで、あ、赤字や、うまい、赤字ですね。それから、あの、これも、89分になったらまた切り直しますか。あ、ジェームさん、本当にありがとうございます。すいません、皆さん気を使っていただいて。あ、コンティニューコインが溜まった。いや、皆さんすいません、続行で。わかりました。とりあえず腹の調子もしっかりしてきたところで、これどうしようかな。何かが必要だったんですよ。その日用品の何かを僕買わなければならなかったんですけど、あ、もう続々と本当にごめん、ありがとうございます。皆さん本当ありがとうございます。何やったっけな、これ何かを買わなければならなかったんですよ。その何かを歩いてるうちに、あるいはこのスーパーに今から入っていくんですけど、入ったら思い出すかなみたいな。あ、思い出した、それはここで買えないものかもしれない。洗濯バサミですよ。そうそう、洗濯バサミですよ。前にガルーダさんから聞いたんかな、ね、あのアルミの洗濯バサミがすごい使い手がいいって。確かにその通りなんですよ。プラスチック製のやつ、バンコクで使ってると結構本当に壊れるの早いんですよ。うわー、でもアルミ製はちょっと ここちょっと割となんとなく高級スーパーっぽいとこなんでなさそうですね。っていうか普通にあれですね、スーパーでは手に入らんのかもしれんな。洗濯って選んでね、選んで挟んでって、に挟んでんねん、選んで挟む対象が知りたいと。紫外線強いのありますね、きっとね、多分そうだと思います。あの、火に当たるのが絶対結構関係してると思います。すぐボロボロになるんですよね。まあ、一応見てみましょう。一応間違ったら挟んでくれない。え、なんで間違ったら。あ、延長させていただきました、ありがとうございます。何を間違うんやろ。あれ、コロコロしてる。ただの石か。まあ、あれはありますけどね、満員電車で髪の毛、昔若い頃毛伸ばしてたんですけど、あの、伸ばして不都合な中の一つに、あの、髪の毛だけ、あの、両開きドアの、あの、とこに挟まれてね、あの、次まで髪の毛引っ張られたままっていうのもありました。女の人大変ですね。やっぱ皆さん、あの、一回髪の毛伸ばすべきですよ。あの、伸ばしたら女性が一体どんな苦労をしてくる、僕よく分かりになりました。あ、間違ったら挟んでくれないんですか、洗濯バサミで。洗濯間違ったらね。
なんですか、クイズなんですかね、これね。クイズに正解しなかったら挟まらない方がいいじゃないですか。わざとは外した方が良くないですよ。洗濯バサミがそもそもどこに売ってるんやろう。洗濯バサミを見た記憶っていうのはあんまないんですよね。売ってるんやろうか。お、家庭用品的に来た。この辺にあるのかな。でもここはあれか。あ、こっちにタオルとかがある。でもグラス関係とかがちょっと違いますね。あ、ここにハンガーがあるけど、ここ何も置いてない。あ、これもハンガーって書いてある。ハンガーはあるぞ。ハンガーはあるけど洗濯バサミはないという、そんな流れですかね、この流れは。洗濯バサミってそういやタイ語でなんて言うか知らんな。なんて言うんや洗濯バサミ。なさそうですね。なさそうですよ。これここは ないっすかね。なさそうですね、なんとなく。なんか非常に情けな雰囲気がプンプンしてきました。あ、ちょっとこんなとこにはみ出してあったりせんかな。これおもちゃか。やっぱり何かな。ないっすかね。なさそうですね。あ、ひょっとして俺ふと思いついたんですけど、あ、ちょっと待って、ここであれを買っていくべきだろうか。ない、売ってないじゃないですか。今日はなんかないない尽くしですね、いろんなものが。マジですか。あ、今日の海産物を見ましょう。マグロ、サーモン。うわー、マグロ632するのか、すごいな。サワラがありますね。バナナイフ、ブラックタイガー。あー、牡蠣もあれですね、殻付き牡蠣でちゃんと置いてますね今日は。なるほど。なんかあんまりこう心惹かれるものがなかったですね、残念ながら。あの、ふとさっき思い出したんですけれども、あの、あれ、何やったっけ、あの、ダイソーに行ったらなんか置いてないですかね。まあ、もしこれダイソーになかったら一番売ってそうなスーパーに今から行ってみます。
そっちへ先行った方がいいかな。もう8時半近いか、閉まんのって9時やったから、あ、10時か、10時や、まだ行けますね。ビッグシーっていうでかい、ホームセンターっぽい作りになってる、まあ、作りだけですけどね、ホームセンターっぽい作りになってる、あれがあるんですよ、スーパーがあるんですよ、巨大スーパーが。そこが割と庶民的な品揃えだと思うので、そこが一番ある可能性が高いと思うんですよ ね。あと1時間半そうあるので、これ、あ、まさかこれ配信があと1時間半とかっていう、そういう予告じゃないでしょうね。ダイソーに高めホルダーを買いに行くと聞いてきました。ないっしょお借りなさい、ダイさん。大会、え、なんで大きなスーパーですよ、スーパーですよ。クワイサブレ、そんなんあるんですか。ココナッツサブレじゃなくて、クワイサブレ。さあ、見えてきましたよ、ダイソーが、我らがダイソーが見えてきました。ビッグシー、あ、ビッグシー、あ、そういうことか、シー、なるほど、そっちか、難しかった。あ、グルさんどうも、サワディカ。グルさんは初めていらっしゃってくれた方ですかね。僕は今バンコクでにいるんですけど、ダイソーに入ってきました。バンコクのダイソー結構かなり進出してますんで、説明しよう。埼玉東部の名産クワイを無理やり練り込んでるんですか。無理やりね。あ、クワイってそうか、埼玉の名物なんか。バナナホルダーはあるのに、国民食高めのホルダーはなかった。ないですね。それあってもね、あんまり。あ、初見で、あ、バンコクは都会。あ、そうですね、バンコク都会ですね、本当に。大阪より都会だと思います。僕大阪の出身なんですけど、よかったら三点倒立していってください、健康のためにねでもそんなん言いながら、無視である僕が三点倒立なんか何年してないんやろ。無視、ダイソーに入りました。まあね、代わりにね、走って走って走り抜いてっていうね、そういう配信って、いやー、今走ったらものすごい息切れするんやろな。チェンライは田舎で、あ、チェンライ行かれたんですか。チェンライはね、僕多分タイで一番好きな場所だと思うんですけど、どっちが好みですか、グルさんは。都会のバンコクみたいなとこがいいですか、それともチェンライの田舎の方がいいですか。僕もそれ、暮らしていくっていう意味では仕事もないので、チェンライへ行くことは、まあ、なかなかできないことなんですけど。バンコクのダイソーは実に興味深いあ、実に興味深いですね。メガネこうクッと上げなきゃだいけませんね。デデ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 。あ、嫁がタイのハーフなので今年も行きます。あ、そうなんですね。日本人とタイ人のハーフの方でいらっしゃるんですかね。そうか、いいっすね。チェンライの方って本当落ち着いてますもんね。またね、チェンマイも割とちょっとね、観光客が多くてごちゃごちゃしてるとこもあるじゃないですか。車も結構多いしね。チェンライちょうどいいっすね。おーっと、コンバンチェンセンコンバンチェンセンです。じゃあコンバンチェンカンコンバンチェンライも出たし、チェンマイも出たし、チェンコも出たから、チェンセン、他チェンカン以外何があるやろ。次々僕繰り出してみようと思ったんですけど、次々繰り出せるほどチェンなんとかがあるのを思い出せなくなってますなに、電波不足、やばい、マジかよ。中に
ゆっくりいられないかもしれない。山手の女の子が美人が多い。あ、色が白いっていうのがねあるんですかね、山の方はね。で、中国系の顔に近づいてきますしね、やっぱりね。そして残念ながらイヤホンコーナーが日本と似てた。あ、マジですか。しかし残念ながら洗濯バサミは全く見つからない今日この頃です。マジっすかこれ。あ、チェンダーはありましたね。そうですね、本当にチェンダーはありましたね。そうです、そうです、金属製の、そうです、洗濯バサミ、そうなんですよ。あの、この間それこそビスケットさんから多分教えていただいたんですけど、あのアルミのやつがないかなと思って。まあないですよね。でももしここで洗濯バサミを見つけたとしてもアルミ製のやつは多分ないんですよね、きっとね。タイのダイソー商品に間接照明ついてる。え、どこですか。あ、こういうやつですか。こういう商品棚のことですか、間接照明。プロ仕様の毛抜きも売っておると。そう、アルミかステンレス、そうなんですよ。本当ね、あのすぐボロボロになるんですよ。それで僕それを探しに来たんですけど、だいたいその洗濯用品っていうコーナーがそもそも見つからない。それっぽいものを置いてるところがもうないんですよ。洗濯物系は置いてないのかな。あれも違いますもんね。こんな洒落たところに置いてない。やっぱりまあそうですよね、普通ね。市場ですもんね、絶対手に入れるとしたらまずは市場探さないとダメですもんね。あ、ここは、あ、 S 字フックか。あー、ここに一応ありましたけども、やっぱり洗濯ピンチの40ピース入りですね。やっぱそうやよな。あ、でもジャンボピンチは買った方がいいかもしれない。これは買った方がいいな。これはちょっと別途いるよな、60バーツ。ダイソーも店舗によってジャンルが全然違うからないところはないかもしれないと。もしくは現とバーツの、価格差がない場合も置いてない。あ、なるほどですね。そういうことか。置いてるとこは置いてるけど日本でもレア度が高い。まあそうですよね。だからあのちょっとこれはこれで買うとしてですね、ちょっと出直しましょう。あ、ビッグシーに売ってると思いますか。あ、でもビスケットさんあんまりあれかな、ビッグシーは あんまりご存知ないのかな。いや、当時もあったはずやな、ビッグシーは。でもバンコクに多くなかったんかな。ビッグシーになかったらなんかこの、まあでもあれか、8時半か、そろそろ屋台系も閉まるもんな。あの半屋台みたいになってるようなとか、屋台系になってるようなあのお店で、あのだったら結構置いてそうなんですけど、ちょっとお金払います。遅いのでは。そうなんですよ、そうなんです。屋台系の店とかだったらね、もうちょっと行くのが出遅れてるんですよね。この時間はちょっと難しいですよね。僕だから深夜族なのがね、こういうとこで悪い方へ出るんですよね。もう起きる時間がお昼、今日も1時ぐらい、1時に起きたんかな。なのでやりたいこと、やるべきことみたいなのを
済ませておくのにものすごいこの昼の時間から夕方の時間にかけて集中するんですよね。なのに飯食うのがね遅かったみたいな、帰宅飯しか、してなかったんですが打ちますと、ああ、わかりましたわかりました、ご飯食べてきますと、洗濯バサミ、はい、ありがとうございます、ごゆっくりご飯食べてください、美味しく食べてください。和歌山ラーメン、そんなんできたんか、260バーツ、かっけー、和歌山ラーメンうまいんか、ほんまに。いやでもこれはもうリンさんは、リンさん来ていただいて俺がすぐ終わらなかったってそこに価値がありますからね、赤字じゃなかったっていうところはポイントですから。さあまたこれちょっと時間も遅いのにここから動かなければならないのにヤニーズ事務所やってました。あ、一歩堂、一歩堂です、一歩堂です。後悔に浸るまもなく雨が降ってくる、マジですか。マジですか雨。バンコクビッグシーで検索しても何も出てこないと。ビッグシーのサイトの作り自体が悪いのもありますね。あんまりこう真面目に通販しようという気持ちがない。あ、これ雨の音じゃないです、雨の音じゃないです、ね、ここはまたいつものあれですよ、あそこにもほら室外機があるじゃないですか、エアコンの ああいうのがこう並んでるところですけど、めっちゃ室外機が並んでるでしょ。実際はねこれ雨降ってほしいんですよね。いやもちろん僕は今雨に濡れたいわけじゃないですよ、全然濡れたくないんですけど、 PM2.5 の関係でね、雨が降ると PM2.5 がちょっと現れて消えるので一回消え去ってほしいんですよね。そうですそうです、室外機ですよ、そうです、そうなんですよ、寒気なんでね全然雨降らないんですよね。その割に去年は結構雨降ってたんですけどね。トンローのビッグシーのフードコーナーで、そこでやられたんですか。トンローというかビッグシーだったらエカマイのビッグシーですか。もう僕まさしくそこ行こうと、あ、でもあそこにフードコーナーってどこがあるんだろう。洗い流される、そうなんですよ、こっちも数ヶ月降ってない、あ、そうなんですね、谷間ですね、香港風情のとこですね、ほんとそうですよ、こんなところに、これ上から洗濯物がぶら下がってたら、まさしく香港ですよ。ビクシーやばいか、それはそうですね、基本的にはやばくはないですよ、やばくはないんですけども、フードコートかどうかっていうのはちょっと一旦置いといて、アコントイのビクシー、あ、そうかそうか、そうでしたね、そうでしたね、フロントウェイ方面のビクシーということはラマ四世通りのとこかな、あそこか、あそこありますもんね、奥の方にね、1階の奥の方にありますもんね。ビクシーはやばいなって僕が思ったのはタイムセール品、例えば魚とかのね、タイムセール品はやめた方がいいですね、本当に。っていうのもタイムセール品になった時点でもうすでにだいぶもうやばいと思います、食べるのは。僕タイムセール品、タイムセールのシールを貼ってる店員がいて、あ、これひょっとして俺この辺りも貼るん違うかなと思って待ってたら貼ってくれた魚があったんですよ。それを買ってきたんですけど、もうあれですよ、開封したらすでにもう匂いがもうやばかったで、見てみたらもうこれ実際こうもっとこう腹のとことかグッと開いてみたらもう傷んでる感じが結構あってっていうのがあるんで、ビッグシーはやっぱり生鮮食品はあんまり買わない方がいいかなっていう感じがしますね。あ、湯の森の近くだったら、そうですそうです、フロントインのビッグシーで、そうですね、ビッグシーラマ4世通り店ですね、向かい側にロータスもあるし、あそこ便利なんですよね。
僕はビクシー行くべきなんやろうか、なんとなく悩むな。ちなみに、カールフールが日本でももう撤収してるんですけど、タイにもあったんですよ。もうちょっと長くカールフールあったんですけれども、カールフールは結構行けてました。で、ロータスっていうとこもあるんですけど、同じようなね、ビクシーと同じようなスーパーなんですけど、あそこはいまいちですね。なんでカールフールも撤収したんですかね。まあ営業不振なんでしょうけど、いや反対にカールフールがビクシーを抑えてほしかったですね、僕としては。非常に残念です。とちょっとしばらくブランコに乗ってました、ね、あれ、しかしここあれがないやん。あれ、ノースモーキングになってるやん。え、マジで、だからなくなったの。これいかんじゃないですか。ノースモーキングエリアになってるじゃん。いつの間にこんなことになったんですか。思いっきり喫煙してましたね。ブランコ解禁。あ、これはね、ブランコもオール解禁ですよ。オール解禁です。滑り台は解禁してね。いやー、やってしまいましたね。ほんまに、あかんことしてました。いつそうなってたよ、ほんまに。じゃあ、本当にこの周りって、あ、そうか、道へ出てステートとか。あんなとこまで。滑り台のうちブランコ系芸人、そうですよ。まあ芸人っていうところはちょっとね、疑問符がつくのはつくんですけども、どうします。あと、あと7分か。早いなやっぱりこれ。ちょっとこれ顔が違うでしょ。ちょっとうつろな目ですよね。ビクシーは全てが安い。決して裕福層がいないけど、そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。確かに安いんですよ。ビクシー行ってみるかな。殺人鬼の目ね、ちょっとシリアルキラーな目をしてましたね。いや、目を思いっきり見開いてる。ああ、そういうことで、クワッとね、クワッと。まあまあ、南国の人の目なんですかね、そういう意味では。どうしよう。まあ、行くとしたらバイクで行きますか。ビラマーケットで、ビラで、マジですか。え、これが、あ、ほんまや、ほんまじゃないですか。2005年の情報ちょっと古いけど、あ、ビラマーケット、じゃあ戻りましょうか、もう一回。まあ今も売ってるから怪しいけど、まあ確かにね。いや、売ってなかったって。いや、さっき僕が見た、売ってないっすねって言って出てきたのがビラマーケットなんですよ、まさしく。だからビラマーケット行って聞いてみて、まあ、なければ諦めっていうのもありですね。いや、めちゃめちゃ近いです。もうさっきのとこなんで、もう一回さっきのとこ入り直したりだけなんで、もうその敷地からまだ出てない感じなんですよ。そもそもさっきはダイソーは一応売り場を発見しましたけど、ビラマーケットは発見してないので。何、電波不足、遅延が発しています。マジっすか。肩めっちゃ立ってるのになんでやろう。さっきのそうなんですよ。あそこにあるあのマーク、あれビラマーケットマークです。今回はわざとこの駐車場側から行ってみましょう。
マーケットがだんだん近づいてくる姿がお分かりいただけると思いますんで、幸運の星の元に生まれた男、今日も奇跡の予感がやばい。ここで一発逆転になるんですかね。こんな高級店であのアルミバサミが手に入ったらすごいっすよ。だんだん近づいてまいりました、ビラマーケット。あの駐車場からが、まあただ単にこれ撮りたかっただけなんですけどね、この印を。よし、一発逆転、タガメ枠なるか。タガメここで売ってたらちょっとびっくりする。まあでもタガメ売ってたら買いますよ。あ、でもこういうとこで売ってたらあれなんか、調理してるやつじゃないんか。さあもう一回あっちの方行ってみましょう。まあ、売ってる場所はあの辺。あ、まあ、かあの買うって言ってもね、素材のまま売ってたらやっぱりまずいですね。もうどうやって食っていいのかがいまいちわからないかもしれない。あ、まさかこんなとこにあるとか。高め買うか。いや、まあ、もしね、もしあればですよ。でもあの調理済みのやつをね、調理済みのやつ、あ、やっぱないかここは。あ、コンテルコイン、ありがとうございます。いや、赤字ですね、確かに。ありがとうございます。調理してない生きた、タガメンとの試合の一部。いや、そんなんだって、あいつすごいすわしっこいですよ、映像を見たら。あ、で、それ、あ、いや、タイさんが送ってくれたやつ。あの、ものすごい速さでエキス吸い込んでましたよ。ヒラリさん、お湯がね、すごい。仮想通貨かね。いや、すごかったですよ。タガメが何倒してるあれやったんかな、なんかあのヘビやったんかな、すごい速さでしたよ。あ、そう、ヘビとのバトル、そう、あ、すごかったですよ、ほんまに。あの頭のところにスッとマウントして、いや、すごい速さでしたからね。さあ出てこい。あ、ここにも何も書いてないやつだ。まさかここなんじゃないですか。ここにあったけどなくなったパターンじゃないんですか。洗濯バサミはどこや。すごかったですよ。ところで何の動画やったかな。もうボケ入ってますね、それね。アルツですよ。ってね、いや、ありえないではないですよ。売り切れはハンガーの近くでしたからね、今の場所が。よし、これ店員に聞こう。もあの通じるか通じないかは別にしても、説明しながらあの分かってもらうことにしましょう。ソムタムには使わない。あ、ソムタムはどうなんですかね。入れてるの、そういや聞いたことないですね。この辺に店員さんがいないのは、だいたいいつもこの辺にいるんですけどね。あ、ついでにあの水チェックをしよう。日本のあの軟水が売られては全然入らへんな。もう日本の軟水、あ、あそこにいる人は絶対店員さんや。ことはか、みかいり、あんまってさっぱるわいなかっぴまってねえか、あまいみやかっぱ、あ、かっぽいかな。なかったですね。売られてないという話でした。残念賞ですね。そうか、やっぱ店によるんかな。そうか、2位っていうんか、あれ。タガメはあの強烈な匂い食べる。パタヤの屋台食べたけど絶対無理。あ、そんな匂いましたか。僕はやっぱりじゃあ鼻悪いんかな。まあ、最近鼻詰まり気味っていうのもあるんですけど。あの
僕あんまり匂いしなかったんですよね。2回食べたことあるんですけど、1回は素焼きみたいな感じで、1回は、まあ、塩とか胡椒とか入ったようなやつで振ったんですけど、まあ僕は全然うまかったんですよね。あの2回目に食った時、1回目はもう素揚げみたいな感じだったんで、まあ、単に本当にただ虫食ってる感覚しかなかったんですよ。今日の例文、虫タガメ食べますって、 そんな例文なんですけど、それで何を言うんやろ。あ、ノエバナちゃん、マブさんじゃないですか。どうもどうも、お久しぶりです。いや、僕もあのマーブさんとこ行こうと思いつつ、マーブさん大体昼にやられてることが多いじゃないですか。で、僕その出勤前にちらっと見るんですけど、あのなかなかご挨拶できてできず。バンコクのビラ、あ、いや、それはビラマーケットもあの本当そうなんですけど、あの店によって置いてたり置いてなかったりもう激しいんで、日本の店員さんで声かけようとするとたまに逃げていくやつがおる気がする。なるほどな、商品知識がなかったりとか、そういう感じなんですかね。あ、でも今商品知識っていうよりあれか、あの持ってるスマホで、あの大体即調べられるのかな。そうですね、お昼でさ、やっぱり。あ、チョキチョキは僕の発音が悪いせいか、えって言われて終わってしまってます今。へこみ気味。女性割烹、割烹って何？割烹着、割烹着の話あれやね。あの誰でしたっけ、あの人、割烹着で、あの ES 細胞を作ってた人、誰でしたっけ。タイの女の子、足が細い。まあね、確かに。でも本当おばちゃんになった時との差が激しいので、ビラマーケット市内に結構あります。お姉ちゃんよろ。いや、あのジェームさん、そこで話しかけていただいても、あのなかなかこうコメがね、音声となってこうとか念となってこう外側にこうリアル世界になかなか溢れてこないので、ちょっと伝わるのが難しいですよ。これは渡ってしまうんですね。ひらりんちゃん、足の細い女子が好きな可能性、まあそれは多くの方がそうかもしれないですね。僕もそれは太いより細い方がいいですね。スーパーの中のお菓子売り場に、いや聞いてみたんですけどね、僕あのって言ってもビッグシークほど広いとこじゃないんですけど、あのそれこそ僕はあのさっき言ったあのビラスーパーでも聞いてみたんですけど、何のことやろうって、まあ多分だから発音問題だと思うんですけど、あ、カポール、あ、そういうことか。丸ボカタさん、あ、そうや、そうです、丸ボカタさんです、そうです、そのことだと思ってました。タイ人女性と結婚するときは中身を見る心眼が日本以上に重要、まあこれ間違いないです、本当に間違いないです。あのタイ個人主義の国ですんで、あの人それぞれ全然違って当たり前っていう感じなんで、あの本当中身をよくね検討しないと、あの常識で考えてみたいなのがね、これ言えない。あ、これまさしくそうじゃないですか。僕が買おうとしてるあのフィラノの新しいやつじゃないですか。これにね買い替えようと思ってるんですけど、ちょっとね大きいんですよね、ちょっとずんぐりしてるんですよ。こっちもフィラノね、ちょっとずんぐりしてるんですよね、こう大きさが。結構こっちは使い込んでますね。一緒に見ればよかった。あ、そういうことでね、聞いてたらね、あ、そうか。さっきのね、とこで聞けばよかったですね。ポイントは足首。ポイント足首ですか。こうキュッと締まってるっていうことでね。なるほどね。心眼の誤字、どこや、心眼、あ、心眼がね、あ、心の目の方やったんだ。タイ人と結婚するときは中身の検討本当重要です。買い替え、いや、あのね、
大会は僕もあんまり本意じゃないんですけど、売れるのがやっぱり、買って5年ぐらいまでだと思うんですよ。で僕あのバイク買ってそろそろ4年になるんですよ。だから次のそのバイクを買うのの、まあ、ちょっとしたこう元手になるお金を持ってバイクをこう買い替え買い替えしていきながら出戦とこうずっとあのバイクに乗り続けるっていうのはどうなんかなと、まあ、そんなとこですね。普段日本人の足を見慣れてるからタイ人の足を見るとめっちゃ細い。ああまあなるほどね、なるほど。いやだからねこれちょっとあの女性もいらっしゃる中でね、こういうこと言うのもなんなんですけど、僕たまに特に女子高生で思うのは足ねやっぱ出すのがねこれちょっと言いにくいんですけども、君はちょっともうちょっとなんかこう長いねパンツ系の履いた方がいいんと違うかっていう子がねこうどんどん出したりしてるんで、それはちょっとなんかこう若さを履き違えてるようなね風に思うことがあったりします。っていう、まあ、ディスりをしたので、これでもう女子高生の方がもし見ていらっしゃったら間違いなく僕のこの配信にね報告を出されてることだと思うんですけど、すいません、タイはないのでそう僕のこう感じた感じがなんとなくね思ったことだけで、配信こそり、そうなんですか、マーブさんギター録音、あ、そうなんですか、マジですか、ありがとうございます。そうだったんですね。ビスケット氏はクルブシェフィッチ、あーなるほどね、もうこれ決定確定ですね、もうこれもうフラグです。折れる、あー細くてですか、あビッグシー、ビッグシーどうしよう、ビッグシー行くべきだと思います。そうそうそう、完全に壊れる前にね、そうそうそう、購入費の達成にそうです。それでパソコンとかも結構それ言うじゃないですか、まあ特にノートとかをね買った場合はこう下取り出してっていうのね。でそれでこうずっと新しい状態で使えるようにするってよく言うじゃないですか。あれをねどうかなと思って、タイのお姉ちゃん色白に騙されたらいけません、シャワーから出てきたらびっくり、あーなるほどね、細さ至上主義ではない、あそれはそうですね、ぷっくりしてる人が特に男はちょっと太めの人がいけると思います。もう身に履けない、いやマーブさんはどうなんです、そんなマーブさんそうなんですか、いやいやでもそうね、まあ、僕の話は話半分で聞いてください。タイはない、あタイはないね、万覚してしまいましたね、ご指摘ちょっとかかる気がする、あ分かる気がする、いやこれは僕のタイ病だと思ってもらったらいいと思います。大きな病気じゃないですよ、タイの病気ということでね、僕がこうタイでそういう細いのをねちょっと見すぎてるっていうところがねあると思うんですよね。まあ、タイ人はタイ人で、あれなんでね、何でしたっけ、唐辛子をね食べると脂肪が分解されてっていうのがあるんで、細い人が多いの、まあまあそうなんですよね。だからもう僕それに多分目がもうやられてるんですよねきっとね。バイクが折れる、あいやバイクは折れないんですけど、でも、まあ、売れる話かな、そうかもしれない、価値がある、そうでしょう。なんか結構車とかも言うじゃないですか、そうやってまあ例えば車、僕が聞いたのはだからあれかな、パソコンはなんか1年ずつ買い替えてますっていう人とか、あと車は3年ぐらいで売ってますっていう人が多いのかな、日本の場合ですよ。でそれで売っていくと大体いくらぐらいで売れていくらぐらいで新しいのが買えるから、その差額で言うと月々どれぐらいの価格でリースしてるかみたいな感じで、リース感覚で買いでやっていくっていうようなね、それを僕も考えてるんですよね。特に海外では日本人の足の太さは確実に現地の女の子に笑われているので気をつけないでやばいと思うというお話が出てきました。で笑と、
あ、こんなビッグシーじゃなくて大会って言ってたやん。むっちりだけど見んだよ。ほら、マニアな人も。あ、まあね、それはまあ、それはありますね。確かに、確かに、確かに。そこ僕、視点が抜けてますね。そうか、マーブさん、あれなんですか。むっちり型なんですね。そうか、なるほど。いや、僕もね、別にその、そもそも、嫁がややぽっちゃり系なので、全然僕、細い人ばっかりっていうことじゃないんですけどね。だから細い太い、そんなに僕もこだわってはないんですけども、あとあれがね、僕ね、昔々不思議だったんですよ。何でしたっけ、あれルーズソックスや、足太く見えるじゃないですか。なんでわざわざ足太く見せるの。すっごい痩せてる子もいるじゃないですか、若い子って。特に高校生ぐらいになってきたらまだマシだから、中学生とか小学生でめちゃくちゃ痩せてる子いるじゃないですか。もうほんと手足がガリガリみたいなね。ああいう子はわかるんですよね、太く見せたいのが。でもあれがね、よくわからなかったんですよ。普通の体型の子があれ履いたら絶対太く見えんのになと思って。ちゃっかり大阪人乗り換え名人だったまあ確かに、もし可能にかよりもハリセンボン、が好みのようです。で、ここにハリセンも出てるんですか。出てるじゃないですか日本人女子が細、細すぎる子がね、若い子でいる。バイクになるとリースという格好が、まあそうなんです、そうなんです。3年がキーワードでね。ルーズソックスは、足首細く見えるんですか、マジですか。ソックスがふわふわしてるから、それに比較して足が細く見える、そういうことなんかな。でもルーズソックス流行ったのってあれでしたっけ、デカ靴が流行った頃でしたっけ。あれに合わせてこう足元は大きく見せるっていうのが流行りやったんかな、あの頃の。あ、コントラスト、コントラストでね。あ、知らんけどって、それ天差になってるやん、大差そうか、まあコントラスト、まあ確かにそうですね。くしゃっとしてたらその分だけね、ルーズソックスの方が太く見えるのか。JK をガンダムのドームに見立てた CM があったんですすごい皮肉ですね。厚底、そうそう、厚底です、厚底ですね。あ、懐かしいよな。まあ、いまだに僕でも厚底っていうよりはラウンドトゥー好きなんですけどね。靴先が丸いやつ、尖ってるやつ僕全然好きじゃなくて。俺も今ルーズソックスがガンダム見てる。まあ確かにね、確かにドムの足元ってそんな足元でしたね。確かに厚底も履いてた。ああなるほど、そこはトレンド抑えてられたんですね。僕履いてたじゃなくて、今は履いてる節があるからやばいな俺まあ先丸いのすごい好きなんですよね。あの頃の JK がかっこよかった。ああなるほど。え、それはじゃあ今は JK はあんまかっこよくないと、というかあの頃の JK のスタイルが良かった。スタイルというかこうね、体の体型じゃなくて、着てる服とかのファッションが良かったんですかね。あ、ポケベル世代ですか。ポケベル世代なんですね。ポケベルか。ポケベルはありましたね。でも僕使ったことはないんですけど、ポケベル見たことはあるんですけどね。ポケベルね、ポケベルってあれすごいっすよね、今から考えたらね。あれ本当に工夫して使わないと多分ね、なかなかね、うまく使えないものですよね、きっとね、あれね。そうか、ポケベルか。なんかね、ある意味モールス信号的な使い方をしてることもよく当たって結構聞いたんですけどね。今の JK は可愛いですけど、みんな同じように、ああ普通ソックスにミニスカかロンスカという感じで、男子も完全にワックス離れしちゃって、見た目の個性強くね。ああなるほど、それはまあそう、数字で読む14106で愛してる、愛し、あ10で6か。あなるほど、愛してるね。あなるほどなるほどなるほど、そういうことですか。なるほど、
じゃあこれあれですね、ポケベルだったら愛してるって言えるんですよね。これだってメールとか、メールっていうかそのね、まあ例えばね、その LINE とかで愛してるって送れないですもんね、普通ね。昔の JK って体を打ってブランド品買っててすごい。あー、なるほどなるほど。まあいわゆるなんですか、遠行ですか。なるほどな、ブランド品買っててね。そのブランド品騒ぎっていうのがね、もう全くなくなりましたもんね。タイで、タイじゃない、日本でね、なくなりましたもんね。問題です。296、何でしょうこれ。296、あ、袋なんや。え、なんで袋なんやろ。2つで、え、96じゃないんですか、206なんですか。ブレ、え、これ難しいな、それ。そうか、それはちょっと分かる。あ、29、5時だっけ、そっちでしたか。296ね、袋、そうか。あ、渋谷、なるほどね。じゃあそう考えたら、関東方面ってそうやって送れるところが多かったんですかね。でも原宿ってどうやって送るの。8と19はいけるけど、ラはどうしたい。0なんかな、0で0で読ませんのかな。ルーソックス時代は闇の世界に手を染める JK が、あー、なるほどね。そうか、すごいな、時代としてやっぱり。まあでも今でもあんのか、いっぱい。大阪どうなんでしょう。心斎橋、アメ村、心斎、あ、431か、心斎橋、あ、いけるわ、431、84か、いけるね、いけるいける。86109、え、86、6はラ、ハロー109、109におんのかな。8個、原宿、あ、新宿、市0で10か、六本木って6、6つね。で、袋で横浜、あ、なるほどね。サックロでスクールか。マック、あ、なるほど、なるほど、なるほど。いつもの場所、いつむれ、発祥、ゼロがあるの、これでも。あ、海で C、あ、C に0で、あ、C に。よろしく、あ、よろしくは分かる。バイト、あ、なるほど。おはよう、何してる、あー、なるほどね、支給、あー、なるほどね、なるほど、なるほど。あ、ハロ塾で原宿か、そうか、そういうことか、とのことと。六本木は六本の木を証言、あー、まあそういうことなんでしょうね。666666ですもんね。って言ってる間に俺出かけた方がいいんかどうか、どうしよう。皆さん、まあ、ちょっとの距離なんですけど、ビッグシー、行きのバイクの姿を見たいですか。これで学校とかも、あ、カッコで学校、あ、なるほど。え、カッコってポケベルで行けるんですか。当時の JK トゥナイトの、取材で性病かかってるから妊娠しないとか言ってて、すごいな、それ。いけるいける、マジっすか。行ってみます。じゃあ番号時代にね、カッコね、ちょっと斬新でしたね、それね。じゃあ行ってみますか。ちょっと変な都市伝説多かったな、ね。すごいな、これ。だから都市伝説なんですかね、その性病でとかっていうのも。いや、ちょっとほんま病気って妊娠でけへん体になってるやん。めちゃめちゃなことやん。将来大変っすよね、それ。
じゃあちょっと行ってみましょうかね。行ってみるんですって。あ、サイクロン号、あのサイクロン号になってます今この車。あ、車じゃない、バイク。整備を買うっていうのがね。あー、なるほどね。いや、買うってすごいな。ペットや。あ、コーラで洗えばね。なんかビールで僕聞いたことあります。なんかマジかよ。ダイエットのために寄生虫かみたいな。あ、それありますね。いや、ビールでってありました、ありました。ちょっとびっくりしますよ、あれほんまに。あ、俺しかし気づいた、これがあるから、これ一緒に入れないかんってことか。大丈夫なんかな、入るんかな。あ、入らんぞこれ。 22%。 いや、サイクロン号はね、これはジェームズさんが名付けてこれたんですけれども、よし、ちょっとの間ちょっとじゃあ充電切ろ。一旦充電取ってしまって、で、この状態で、じゃあ一旦この線も巻くか。よし、線はポケットに入れるとやばいな。また壊れそう。よし、用意できましたよ。あ、鍵がないや、鍵が。入る入らないというフレーズで誤解される方も、いらっしゃいますが、ベッド上配信ではありません。いや、確かにね、これベッド上配信だったらこれあれですよ、こんな公共の面前で大変なことですよ。動画にしたら完全にアウトなやつ。あ、ラジオやと会うたんですね。ラジオだとね、何してんねんみたいな話ですよね、本当に。OK、 じゃあ乗ってきますか。今日は多分日曜日なんで、そんなに車も混んでないことでしょう。じゃあちょっとポケット入れますよ。しばらく米が読めないんですけど、移動していきましょう。今日ラッキーなことにあれでしたね、充電が 18% になってましたけど、配信しながらでも 22% になってましたね。
さあ到着しました。ああ赤字になってる。ということで、まあ、これもまたあれしましょう。また時間来たらちょっと切り直しましょうよ。どっからかな。何にベットしたの。いやそれはタガメにベットしてるかもしれないですね。今回はタガメとホイシャリの戦い、タガメの勝ちみたいなね。入らない。あれコーラ買ったっけ。ビールでもいいけどバン。それはバンやな。ほんまに。人士主が走り出す前に難易度の高いダジャレを繰り出してしまったと。夜の街バンコクの店が早じまいね。結構ね日曜日はやっぱり少ないですね。夜遅くまで空いてるとこはマジか。説明しよう。人士はマジかと言ってるのだということがここだから。そうか、俺もここは読み取りましたよ。人士もはやコメントを理解されないということで快感を覚え始めていると。映像がいろんな色の精神世界みたいになってる。そうか、そんなすごいところに。あ、ジェームさんどうもコンティコインありがとうございます。あ、というかコンティコインめっちゃ溜まってる。ありがとうございます。これは病院で夢から目が覚める時のシーンと。あー着いたよと。充電よろしく。あ、充電やばいですもんね。だって 17% になってる。ボーリングに行こうと。あ、コンティコイン爆。ヒラリさんもありがとうございます。ジェームさんもコンティコイン本当ありがとうございます。さあ俺はこううかうかしてられん。ちょっと刺してないので何にも。とりあえずさっさと探し出しましょう。乾燥必至。だいぶやばくなってきましたね。こんなに長いことやってていいんでしょうか。お、この辺なん違うの。あ、もうちょい向こうかな。この辺っぽいよ。この辺っぽいよ。非常にこの辺っぽいよ。さっき洗濯バサミなんて言ってたかな。ありそうでしょ。 4K テレビを買え。いやーそれポンと変えたらすごいいいんですけどね僕も。あ、この辺っぽくない。めっちゃこの辺っぽいけどもない。もう一個隣か。こっちは洗濯庫か。ドッグフードになった。ここが違う。あ、洗濯バサミです。洗濯バサミです。買うの。あ、ありがとうございます。2%。あ、やっぱそうなんや。2%なんですね。わかりました。ありがとうございます。2%。アルミ。前に1%。あ、そうなんですね。前に1%。でも前が多分あれ木のことやから。あ、ここハンガーじゃないですか。あ、ありました。がアルミ製品はないじゃないですか。マジのすけ。これほんまにそうか。ないのか。やられたようですね。アルミニウムということなんですね。ありがとうございます。でも残念ながらないみたいですね。ん？これは？あ、あったんじゃないですかこれ。違うの？あ、でっかい方のやつや。くそー、でっかい方のやつが。ここビクシーです。ここビクシーってあれです。くそー、でっかい方のやつがアルミであったやんけ。マジのすけ。これ、あ、違う、隣にあった。ありましたよ。ありましたとも。ありましたとも。ありましたとも。ありました。あ、ビッグシーにちょくちょくね聞いてみましょうか。これ3つぐらい買っていこうか。ビッグシーだったらちょくちょくありそうですね。ちょっとちょくちょくあるとこ行きましょう。あ、やばい、 15% になってる。サクサク行こう。これ1回外出んとちょっと怪しいですよね。この中でつないでるとね。ちょきちょきこの辺で聞いてみればいいんですよね。お菓子のコーナーこうでしょ。ありました、ありました、ありました。でっかい方のやつやんって。何やろこれ。安いやつやんって。安い方になってるじゃないですか。見たら分かる。高いやつやん。
どっちなんすか一体。どっちなんすか俺これ。あ、こっちは違う。こっちは菓子だ。ちょっとデザインね、良くなってますよね、これね。すごい安めな、あの、シワシワした形のやつ、ちょっと違いますもんね。結構かっこいいじゃないですか。クールですよ、これ。チューブに入った安いお菓子ね。チューブに入ってるんですよね、チョキチョキ。チョキチョキチョコですよね。2005年のアルビバスメと比べてもね、ね、ほんとに。チューブのやつでしょ。ああ、この人たちはもう、仕事中か。こうね、店員さんがね、結構あんまりうろうろしてないんですよ。これちょっと聞かれへんな。猿の絵が描いてある5本入りチョコなんでしょ。ここはね、チョコレート売り場なんですよ。チューブの形なんでしょ。とりあえずちょっと、とりあえずは独力で探してみるんですけど、キットカット、ハーシーズ、猿の絵が描いてある、こういうこと、あ、これチューブじゃないもんな。あ、チョコベイビーとバナナチョコじゃないですか。苦労して歩みますね。めっちゃ配信映えするテーマ。あ、だから、ビッグシーっていう風に、これも変えとかないとね。キスチョコありました、ありました、ありました。10バーツくらいのね。2005年のまだ使ってるんですか。チョコベイビーまだ売ってたみたいですよ、ほら。めっちゃ懐かしい。でもこんなクマなんかあったの。あ、そんなこと言ってられん。ちょっと、早探そう。アンズーメみたいな袋でチューチューする。アンズーメって何ですか。アンズーメって。アンズーメがわからないです、俺。チューチュー吸うんでしょ、でもチューブタイプで。あ、こっちはどうやねん。あ、こっちガムか。でもチューチュー吸う系やったら、このガムとか飴系のとこにあるんじゃないか。ひょっとする。あ、これはね、こんなチューチュー吸うやつですか。これでもチョコレートとは絶対違うもんな。あ、これか。あ、これっぽいですよ。違う？これ。違いましたね。名前違いました。駄菓子のあんざめ。うわ、どうなんやろ。15センチぐらいで直径5ミリですか。めっちゃ細いじゃないですか。5ミリですか。あんずぼう。あんずぼうどんな感じなんですか、ちなみに。あ、こんな感じ。ははーん。そんな感じっぽいやつですか。これ、あ、これはね、あ、違うか。おい、ちょきちょきどこにあんねん。ちょきちょき、いい加減姿表せ。固形じゃない。5本入ってるね。5本なんですね。5本がこれポイントかもしれん。この辺、これペッツか。ちょっと係官来てくれよ。この辺誰かうろうろしてないかな。ここ絶対贈答品やな。この辺は絶対ないよな。うん、ないない。これは絶対ない。お猿の絵がね、わかりました、わかりました。レアな菓子を見つけるという新たなミッションでやってるんですけど、ここ単に袋菓子ですもんね。うん、ここは袋菓子やな。これ、あ、開いてる人いた。いいか、ことなんか、カノムチューチョキチョキカエルパオか。チョキチョキメニューにね、チョキチョキよ。ペンノムベプネチョコレート。あ、ミンタイタイが。ペンチョコレート。チョコレートピンクユーズミグワイか。เป็นช็อกโกแลตเรามีแบบนี้ช็อกกี้เดี๋ยวเป็นแท่งๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่เท่านิ้วก้อยนะสูบเหมือนสูบด้วยครับเหมือนเท่านิ้วก้อยใช่ไหมใช่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 อันเล็กๆช็อกกี้ให้ช็อกกี้ที่เป็นช็อกโกแลตที่เป็นแท่งๆอยู่นะ
あ、カップ。中。おお。これカップ。バターっぽいですよ。あ、これか。お、中。ありました、ありました、ありました、ありました。これっぽいですよ。名前が隠れてるけど、フリーって、フリーって書いてある。これな、中身見せる。あ、ずる、あ、チョッキーって書いてるじゃないですか。チョッキーって。アンズボは放射能汚染される。あ、これなんですか。あ、ほんまや。猿ってこういう絵だった。でも、完全にこれ隠れてました。こういう感じで売られたので、猿があの、あれです。チラみたいな感じ。絵文字のチラみたいな感じで、あ、顔文字の。すっごい隠れてました。ありましたね。これチョッキー。あ、ほんまです。でも下はチョッキー、チョッキーって書いてる。2回書いてますもんね、こうやって。でもチョキなんですね。基本的には、チョキって呼んでましたね。いや、よかった。最悪のタイミングでの画像リンク。この間デゼロさんがスラムの3択企画でビッグシーで大量。あ、それはちょろっとだけ僕も見ました。2バーツ値上がりしてる。ね、これ、あれですもんね。今12バーツなんでしょ、これ。っていうことは、これ、バイワンゲットワンフリーじゃないときに買えば、1個で12バーツってことですね。むっちゃ上がってるってことじゃないですか。いやー、見ました見ました。こういうことやったんか。わかりました。ちょっと食べてみましょう。ポケモンみたいなの似てる。あ、これですか、これですか、ポケモン。恥ずかしげもなく店員にちょくちょくありますかと聞いた。ね、うまいみたいですね。ちょっとこれ食ってみましょうよ。早速これ食ってみましょう。値上がりは人気の秘密なんだ。だって、バイワンゲットワン、バイワンでゲットワンフリーは多分人気だからでしょうね。先ちょきって切って、あ、ポケモンね、これでね、チューチュー吸って、あ、そこでで、いや、今すぐは食わないですよ、今すぐは。それやるとさすがに、何でしたっけ、コンビニで何か買う前に、全部食べてしまった店員さんみたいな、とんでもないことになってしまうので、それやらないんですけど。いや、もう開け、まだ開けてないですね。ほんまの駄菓子でしたね。ほんまそうでした、そうでした。あ、わらわらわら、草がガサガサ恐れ、いや、それないですね。あ、こっちもめっちゃ混んでるやん。こんなとこで並んでる俺はただのアホやったよ。そんな店員さん、あ、どんな店員さんやったっけ。ちなみにそんなにたくさん店員さんはいらっしゃらないんですよ。どこも、もうすごい買い物してんな。めちゃくちゃたくさん買い物してますね。テンション上がったね、ずっとね、これちょきちょきどうなんやというね、話ですもんね。開ける時の音だった。そうか、あ、僕落としてましたね、ポロッとね。ちょっとびっくりしましたと。いやー、よかったよかったよかったです。あ、売り物を食べてしまう店員さん。いや、あのね、売り物はね、違います違います。コンビニで、中国人が何か買い物の列に並んでたんですけども、並んでる途中で、自分でそのジュースかなんか飲んでしまったんですよ、確か。で、それどうやねんっていう話だったんですけどね。あ、これ絶対終わらんな、ここ。こっち行った方がいいな。さっきから全然進んでないです。あ、ピザ、分かった。全然買うのが回ってこなさそうです。なんかさっきからあの売り場の人は全然進んでなかったんですよね。なんかあれだったんですかね。レシートの用紙が切れたりしてたんですかね。中国はね、破天荒な方がね、いますもんね。って言ってる間に 8%、 これはやばいですね。 8% はいくらなんで、このまま切れてしまう可能性がかなり僕の携帯の場合高いですね。さっき 22% で今 8% ですもんね。これやばい。
ちょっと一旦胸ポケットに皆さんじゃあまた入っていただいて、ちょっと用意しましょう充電。これで生き返るはずですよ。すっごい俺のボサボサ頭が映ってますね。よし、これでスイッチを、さあ切れずに電源、あれ充電モードに入らん、なんでなぜ充電モードに入らない。